スタートしました。ポンと3番のクイーンズロンペールが好スタートを切って飛び出していきました。1馬身抜けます。これを追って2番のハタノボナーレ、1番のノットフォーマル、2頭並んでいって3頭が広がりました。その後ろ4番のコスモナインボール、その後5番のサンクタリリアス、その後に7番のキャプシーヌが続きました。あとは2馬身がいた中段、8番のジャストサウンド、それを内から6番のマイネルリード、わずかにかわしていきました。あとは9番のイアペトス、そして内につけた11番のテンダリーボイスは後方集団の一角です。今おしまいから4、5頭目、その後は2馬身切れました。13番レジェンドパワー、12番のマリーズランデ、3コーナーカーブ、これを内から10番のプロセルピナ、わずかにかわして上がります。3コーナーカーブを回って3、4コーナー中間、行き切った3番のクイーンズロンペール、リードを1馬身半です。2番のハタノボラーレ2番手、今800標識を過ぎました。外から4番コスモナインボールがじわっと上がっていきました。さらには5番のサンクタリリアスが押し上げていきます。そしてやや外目に出して1番のノットフォーマル、第4コーナーカーブ直線コースへ入りました。終始11番のテンダリーボイスは中段の後ろ、内らし沿いを狙って600を切りました。さあかなり内を開けて3番クイーンズロンペール、わずかに先頭か。その外から4番のコスモナインボール、この2頭の競り合い、そのうち2番のハタノボラーレ、そしてただ1頭内に行った11番のテンダリーボイスが一気に先頭に変わって残り400を切りました。11番テンダリーボイス先頭、外は4番コスモナインボール、この2頭の競り合い、これを追って6番のマイネルリード3番手、さらには5番のサンクタリリアス、食い下がっている3番のクイーンズロンペール、前2頭の競り合いは11番テンダリーボイス、4番コスモナインボール、この2頭競り合ったまま4番コスモラインボール降臨。2着11番のテンダリーボイス、その後は2馬身半遅れて6番のマイネルリード、3着でした。